半間岩先生です。今回はね、Google の、翻訳機ですね。これを今、非常にこれを聞いてください。こんにちは。こんにちは。あ、逆にやっちゃった。日本語だ。こんにちは。Hello。今日の天気はどうでしょうか？ How is the weather today? で、こんなふうにね、今の携帯、スマホではね、もうすごく便利ですね。会話式でね、自分でこの翻訳ですね、自動翻訳がすんなりできて、で、接続はされてなくてもね、バックアップしておきます。その国と2つですね、翻訳ができます。でね、今回私紹介したのは Google の、翻訳機ですね、の会話式なんですけれども、また何か言ってますね。ただいま撮影中です。 I am shooting now. ね、すぐにね、応対翻訳してくれます。そろそろ夕方になりました。暗くなってきました。It is nearly in the evening. It is getting dark. ね、このようにね、もうすごく翻訳は正確になりましたね。スマホを私はね、2つ使ってんですよ。でね、SIM カードを挿してまして、これはね、音声 SIM と、音声し、じゃあ、電話だけの SIM と、SIM がついてます。で、データ通信できないんですけど、Wi-Fi で使ってますね。今の部屋に Wi-Fi がつながってるんでね。で、もう1台の方は、データ通信と、データ通信用の SIM がついてます。と、Wi-Fi だけですね。いろいろ月の基本料金が安いということでね、SIM カードいろんな使い方してるんですけどね。あとはもう一個携帯電話ね、専用のやつですね。インターネットも見えますけども、通常は3台使ってます。で、持ち歩きは2台ですね、使ってます。で、このスマホですね、翻訳機、会話型なんですけども、とっても素晴らしいですね。あと時間いくらかな。あと4分か。またちょっと言ってね。うまく翻訳できます。I can translate it well. ね。このようにね、とても簡単にね、このインストールしとくんですね。Google に、Google 翻訳っていうので検索しまして、スマホでね、しますと、このように、外国旅行でも、もう何十カ国も、翻訳できますので、設定でね、できます。今、英語と日本語でやってるんですけれども、こんにちは。明日の天気はどうなのか分かんないけども、また話します。 Hello, I do not know what the weather is like tomorrow. ちょっとね、変な日本語になっちゃったんで、ちょっと何を話そうかな。この商品の価格はいくらですか？ How much is this item's price? ね、このようにね、もうすごく音声変換もいいし、ね。で、このスマホはね、1万ちょっとぐらい。1万円ちょっとぐらいのスマホなんですけど、応答が結構早いですね。スパイに気をつけないといけませんけどね、中国製なんでね。スパイ CPU が入ってることがあるんで、ね、注意しないといけませんけれども、
1万ちょっとなんですよ。で、もう一つの方は9000ぐらいですかね。でね、こっちの方がオート処理が早いですね。あと画面も大きいんで、使いやすいですね。あと、なんかやってますか、翻訳。明日何時に起きますか？ What time do you get up tomorrow? これ意味通じたかな？二通りあるから難しいんだな、うん。これは間違いもあるかもしれないですけどね。今日は雨が降って大変でした。これはあってですね、レインでね。で、今晩は、風呂入る時間は、Good evening. ちょっと止まっちゃったね。こんばんは。で、このようにもう、すごくいいですね。Google の翻訳機っていうのはね、と設定でね、ちょっとこういう風に設定モードがあるんですね。で、いろんな通訳ができます。会話式音声翻訳。ね、今英語だから何しようかな。アイスランドってちょっとやってみるか。ね、ちょっとアイスランドにしました。ね、おはようございます。ね、これ。